大阪の街全体を屋根のないミュージアムに見立てて街の魅力を発信する大阪ミュージアム構想では、季節ごとのコンセプトに基づいて特別展を開催。平成23年度は特別展の重点地域として北摂地域の魅力を発信しています。今回は箕面市、豊中市の魅力をご覧いただきましょう。緑豊かな山並みが美しい箕面市では、四季折々の自然、動植物に触れることができます。関西随一の紅葉の名所としても知られ、荘厳な箕面大滝と赤く燃えるもみじの織りなす姿は絶景です。紅葉が有名な箕面市ですが、実は柚子の名産地でもあります。箕面の柚子を広く PR するため生まれてきたのが、ゆるキャラならぬ柚子キャラ、滝の道ゆずるです。柚子の頭にサムライルック、凛々しい眉毛が特徴で、子供たちに大人気です。箕面大滝に続く滝道に入ると、多くのお土産屋さんが道の両側に立ち並んでいます。そこで売られているのがこちら、箕面を代表するもみじの天ぷら。収穫された紅葉しているもみじを菜種油でカリッと揚げた箕面の伝統メーカーです。こちらのお店では滝の道ゆずるグッズも販売しています。続いてやってきたのは箕面公園昆虫館。緑豊かな箕面には多くの種類の昆虫が生息し、昆虫の宝庫として知られています。箕面公園昆虫館では、昆虫に関する基礎知識や箕面の森に生息する昆虫について楽しみながら学ぶことができます。施設内には一年中蝶が飛んでいる宝蝶園があり、間近で蝶の観察ができます。2011年10月に行われた箕面の森アートウォーク2011、このイベントは滝道に沿って点在する建築空間などにおいて様々なアートを展示するものです。作品鑑賞を通して訪問者が箕面の地固有の自然、歴史、文化、そしてそこで生活する人々との接点を見出し、箕面の魅力の再発見につなげることを目的に開催されました。こちらは箕面公園内、箕面川沿いの箕面川床の様子です。平成22年春より箕面の新たな魅力づくり、にぎわいづくりのために始められたこの川床では、風情豊かな自然の中、川のせせらぎを聞きながらの食事を楽しむことができます。続いてやってきたのは、愛着のある地域のまちづくりを行っている豊中市。服部緑地は総面積 126.3 ヘクタールの広大な自然公園で、大阪四大緑地の一つに数えられています。10月14日から16日の間、服部緑地2011オータムフェアが開催されました。服部緑地東中央広場では、ハンドベルコンサートや豊中キャンドルナイト2011が開催され、多くの人でにぎわいました。キャンドルが作り出す幻想的な明かりが、訪れた方々を優しく包んでいました。豊中市、池田市、伊丹市にまたがる大阪国際空港は、3000メートルの滑走路を含む長短2本の平行滑走路を有する国内拠点空港であり、関西3空港の一つです。展望デッキラッソーラは、広々としたウッドデッキで、乗客や観光客の憩いの場となっています。目の前で迫力ある飛行機の離発着を見ることができます。また豊中市の千里川付近は、大阪国際空港の滑走路の端に位置するため、迫ってくるような飛行機の着陸シーンを見ることができ、ファンにはたまらない場所となっています。にぎわいと豊かな自然、歴史ロマンあふれる北摂地域で開催されている大阪ミュージアム構想特別展。皆さんも魅力たっぷりの北摂地域を訪れてみてはいかがでしょうか。